アーサー・マッケンは、イギリスの小説家。20世紀の怪奇小説に、大きな影響を与えた。本名は、アーサー・アルウェリン・ジョーンズ。ウェールズ、モンマスシャーの、カーレオン・オン・アスクにて、成公開主祭の子として生まれ、子供時代から文学に親しんで育つ。1880年に医師を目指して、王立軍医学校入試のためロンドンに出るが、入試に失敗する。 1881年に、ディケンズやドクインシーのような作家を目指し、サイトロンドンに出る。子供時代に見た故郷の風景や、不思議な幻想が、以降の作品のキーノートになる。家庭教師や出版社の手伝いで生計を立てながら、1883年に、シカバン詩集、エレウシニアを発行した。1986年に、ロバート・バートン。 憂鬱の解剖学をもじったエッセイ、タバコの解剖学を出版し、この頃から小説を雑誌に掲載するようになり、1886年からエプタメロンなど翻訳などを手掛けて生活する。1887年に最初の妻、アメリア・ホックと結婚。この年に親類の遺産が入り、生活に苦労せずに執筆活動を行うようになる。 マッケンの最初の本格的な作品、パンの大臣は当時のイギリス文学界において不道徳であるとして激しい批判を受ける。それはさらに三人の詐欺師における黒い石印と白い小薬の話においてその批判は決定的なものとなる。マッケンの作品はその批判者からおぼつ文学とまで呼ばれるに至った。百九十九年にアメリアが病死。 アメリアの紹介で親しかった、心霊研究家 a e ェイとの誘いで、実際の魔術結社、ヘルメス主義黄金の霊名団に、アメリアの死後から1年ほど所属していた。白馬には、その影響があるという。1901年に、フランク・ベンスン・シェイクスピア・レパートリー劇団に参加し、役者として生活を始め、そこで知り合ったドロシー・ピュア・フォイと結婚する。 この年に書いた夢の丘は自伝的要素の色濃い作品で、この時期の作品は生活の欠片など心境小説的なものになる。第一次大戦後は新聞社に勤めながらエッセイや犯罪実力を手掛け、その後はバッキンガムシャーのアマシャムの村で妻と静かに晩年を送った。急防を見かねた知人たちの働きかけで、 1933年には国王ジョージ5世から年100ポンドの王室化し年金を受け、1943年にはジョージ・バーナードショーラにより2000ポンドの義援金を受ける。1947年3月に妻ピュア・フォイが死去、同年12月にビーコンズ・フィールドの病院で死去した。第一次世界大戦中、イギリスの守護聖人である聖ジョージがベルギーの戦場に現れて、 イギリス兵を助けるという作品、旧兵を1914年9月29日、イブニングニューズに発表すると、戦場に赴くイギリス兵士や一般の人々がこれを本当の話だと思い込み、実際に旧兵を見たという噂まで飛び交った。マッケンは作り話であることを表明したが、噂はますます広まるばかりとなった。後に旧兵が収められた短編集は、 マッケンの生涯で唯一のベストセラーとなった。マッケンの作品が後世に与えた影響は大きい。1920年代にジェームズ・ブランチ・キャベルなどによりアメリカで評価の動きが起き、1930年代にハワード・フィリップス・ラブクラフトはマッケンの作品を異次元的会議であるとし、マッケンはコズミックホラーを最高の芸術にまで昇華した創作者であり、 彼に並ぼうというのはほとんど無謀と言っていいとまで言っている。実際、ラブクラフトの闇に囁く者に現れる状況は黒い石印で語られる状況の現代版とも言えるほどである。オーガスト・ダーレスはマッケンの死去の際に今世紀最大の惑星と述べるほど高く評価されていた。アルジャーノン・ブラックウッドと MR ・ジェームズにマッケンを加えて、 近代英国回帰文学の三巨匠と呼ぶ声もある。ヘンリー・ミラー、我が読書でも最も大きな影響を受けた百冊に夢の丘が挙げられた。日本では1970年代に平井定一の役業によって本格的に紹介され、平井の善役によるアーサー・マッケン作品修正が刊行されている。日本のホラー作家長、マツケンの筆明は、 アーサーマッケンをもじったもの、ありがとうございます。